本日のレジュメですね、1枚、そしてピンク色の伝わる情報発信講座チラシデザイン編、一番分厚いホッチキス止めされたもの、そして、もう一つホッチキス止めやりながら覚えましょうっていうこのね、ちょっと赤っぽいこれですね、はい、この2つホッチキス止めの2つが本日の資料になります。あとは、お持ち帰りいただきたい、まあ、あの参考資料ですので、また後ほどエンディングでご紹介します。これですね、こちらの2つです。はい、あとパソコンの方に本日のもう一つデータで資料を取り込んでいただいてます。まだデータパソコンの方に取り込んでおられない方いらっしゃいますでしょうか。もう皆さん OK ですね、はい、あとあの本日の講座は私どもインターネット、放送スタジオ湖北通じまして生放送させていただいておりますのでご了承ください。あの皆さんの方はあの頭しか映ってないと思いますので、ね、はい、大丈夫です。ですかね。はい。じゃあ、皆さん大変長らく、あ、いいですか ？OK。はい。皆さんこんにちは、大変長らくお待たせいたしました。ただいまより伝わる情報発信講座チラシデザイン編、始めさせていただきます。この講座は長浜市と私どもスタジオ湖北との市民活動共同事業として取り行わせていただくものです。今年度が第2回目となります。まず主催を代表しまして長浜市市民広報室室長の米田幸子より皆様に一言ご挨拶申し上げます。皆さんこんにちは。ようこそあの伝わる情報講座何でしたっけ、情報発信講座デザイン編お越しくださいましてありがとうございます。あのただいまご紹介いただきました市民広報室の米田と申します。ご紹介にもありましたけれども、この講座私ども市民広報室にとりまして大変大事な市民パートナーでありますスタジオ湖北さんとの共同事業として行わせていただいているものでございます。2回目になりますが皆さんのご要望にお応えする形でこの情報発信講座デザイン編を今回やらせていただくことになりました。この講座が終わりました後には昨日まで自分が作っていたチラシとはちょっと違う、お伝わるなと思うものが手元に残ることを期待をしております。でデザインの力というものはあの地域ですとか人、社会産業環境文化すべてのものを活性化させる力があると言われております。皆さんのこの今日の学びが明日のそういう活性化につながることをご期待申し上げます。2時間ぐらいの短い時間ではございますが3時間でした、ごめんなさい、3時間という時間になります。皆さんで楽しく学びながら、学びたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。本日のプログラムなんですけれども、まず前半講義編ですね、そして休憩を少し挟みまして後半は実技編という形で進行させていただきます。またあの講師の先生とできるだけ皆さんともコミュニケーションを取りたいとおっしゃっておられますので、ぜひねあの活発にもうここで聞けあのここで聞かないとまたお家帰ってからなかなか聞けないのでね、じゃんじゃん質問の方も OK ですよね。はい、よろしくお願いします。それでは、講師の先生ご紹介いたします。ウルノ玄徳さん、株式会社湖北フォークスタジオ代表でデザイナーでいらっしゃいます。またウルノさん、若者目線で湖北の魅力をスタイリッシュに発信している湖北という若者団体の、メンバーのお一人でもあっておしゃれなチラシでもおなじみです。そして長浜市本浜町大通寺の表参道にあります暮らしと生活雑貨アフミ社の店主さんでもいらっしゃいます。非常にねマルチタレントな方でございます。今日は情報発信に有効な PR チラシのレイアウトやフォント、そして色使いなどマイクロソフトのワード、基本的な、ね、ソフトです、ワードでできる魅力的なデザイン手法について教えてもらいます。それではウルノさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。拍手。今日はワードでデザインを作るということで、まずワードの前にデザインする上での基本的な考え方から勉強というか一緒に考えていただいて、でその後に実際にワードの使い方を一緒にやっていければなと思ってますが、なるべくコミュニケーションを取りながらやっていただきたいんで、隣の方がいらっしゃらない方ちょっと移動していただいてもいいですか。あれ、はい。男性の方もしよろしかったらお一人ちょっと前の方か後ろの方に、でも設定してあるのでね、ちょっとねなかなか難しいかもしれないんですけどね、よろしいですか。ちょっとスタッフ、はい、手が空いてる人手伝ってください。はい、はいはい、じゃあ進めさせていただきます。僕は愛知県出身で、大学は一回東北の方に行って、でその後滋賀県に来たんですけど、就職は福岡の方でして、で去年おととしの8月からまた滋賀県に来て生活をしています。はい、でもともと僕は建築を勉強してたので、デザインの授業とか受けたことなくって、今日はそのなんていうか、まあ、僕の考えるデザインの仕方っていうことになるので、あくまで参考として聞いてください。まずデザインって何かっていうことをちょっと話したいと思うんですけど、皆さんデザインってどういうことかっていうのを考えられたことありますか。じゃあちょっと聞いてみたいと思うんですけど、デザインって何だと思います。コミュニケーションの、あ、はい、じゃあ隣の方。はい、何を訴える、何をこう訴えるものですか、視覚で。そのチラシでしたら、はい、売りたいものを、はい、知ってほしいものを、はい、視覚で訴える、はい、そうで、まあ、今言われたことは具体的な例だと思うんですけど、まあ、ある問題とか目的、今の話でいうと売りたいものっていうのがあって、じゃあそれをこう解決というか、知ってもらいたい人に知ってもらうために計画を立てて何かを作ることっていう、ちょっと抽象的なことなんですけど、この何かっていうのがチラシかもしれないし、ホームページみたいなことかもしれないんですけど、それは初めに決めるというよりはいろいろマーケティングをしていく中で決めていくことかなと思います。でまずプロセスっていうことでちょっと抽象的にはなるんですけど、まあ、こういう4つのプロセスで進んでいきます。で観察って何かなっていう話なんですけど、例えばある、まあ、自分がデザイナーだったとして、お店の人からこれを売り込みたいんだけどどうしたらいいですかっていう話があって、でもそのデザイナーのあなたはこうそのお店のことを初めは多分知らないだろうし、まずはそのお店を知ったりその商品を知るっていう意味での観察があります。でその後にじゃあそのものをこう売っていくためにはどういうふうに表現したらいいんだろうっていうことで、まあ、どこで見せたりとかターゲットは誰になるのかっていう具体的な形に入る前に、まあ、手段とかっていうのを考えていく考察っていうのがあります。で例えば今回チラシなんで、チラシを作ってお店に置いてもらうっていうのが決まったなら、今度はじゃあ具体的にデザインのまあ、イメージを固めていく段階が探るっていう段階で、最終的にそれを形にするのが、まあ、パソコンに向かったり手を動かしたりする作るっていう作業になるんですけど、
まあ、デザインって、まあ、この3つどうしてそれをしなきゃいけないのかって、ただお金があるからとかっていうことではなくって、目的があって、で今度はそれ誰に伝えるのかっていうのがはっきりしないままだと、すごい曖昧なデザイン、子供向けのものは子供向けのデザインがあるし、女性向けだったら女性向けのデザインがあって、同じものを伝える中でもいろんなデザインのパターンっていうのはそのターゲットによって変わってきます。で最後に何を作るかっていうので、例えば年配の方が多いところでをターゲットにするんだったら、多分スマートフォンとかのそういうスマホのホームページのデザインをしても見られる方は少ないかもしれないから、アナログなものになると思うんですけど、例えば子どもたちというか今の若い世代とかだったら結構スマートフォンも見られるだろうし、そういうとこでどこで見られるか、誰が見るかっていうのも考えながら、チラシ作ってくださいって言われたからチラシを作るんじゃなくって、本当にチラシでいいのかっていうこともデザインする上では考えていかなきゃいけないことになります。まあ、今言った話がこういうことで、本当にそのデザインの目的に対してちゃんとその伝えたい価値を届けられるかっていうことを考えながら、常に意識しながらデザインっていうのはいつもしています。はい。まあ、観察はなぜするのっていうことを、その人が何を、まあ、届けたい情報っていうのがどういうものかっていうのを見る段階で、考察はそれをどうやって伝えるかっていうことを考える段階で、探るは具体的なデザインのイメージを固めて作る段階で形にして届けていきます。はい。で具体的にはっていうことで、すごいこれはちょっとここからはあんま資料を見ないように、ちょっと前だけ見ていただけると嬉しいんですけど、これは普段皆さんが目にしているものを持ってきて、その要素を均一化したものなんですけど、これって何か分かります？もともと何だったか、雑誌なのかチラシだったのか。はい、わかります？これもともと雑誌から切り抜いてきたものなのか、チラシのから持ってきたものなのかとか、お店のチラシから持ってきたものなのか。あ、これまあ雑誌でも多分そうなんですよ。これ新聞から持ってきたもので、もともとはこういう形になって、これも、まあ、普段皆さん何気なく見てると思うんですけど、見やすいようにデザインされてこういう形になってます。ただ情報を羅列するだけだとこうなってしまって、でここにデザインの考え方を入れることで、どこを見たらいいかっていうのを、まずタイトル、見出しで、あ、そう、これ考えていただきたいんですけど、この中にはどれぐらいの要素があると思いますか？ちょっと隣の方と一緒に話してもらって、これ5つの要素でデザインっていうのが出来上がってます。でちょっと今が20分なんで23分ぐらいまで、ちょっと隣の方と適当に、今手元にある紙にでもいいので、この中にはどれだけの要素があるのかっていうのをちょっと書いていってください。5つの要素が、はい、ある。これは何っていうのをちょっと書いていってください。そうタイトルも要素1つ。あ、そうそういうことです。
あ、はい、ですね、この新聞、普段目にしている新聞がどういう要素で構成されているかっていうのをちょっと考えていってください。要素って具体的に言うと、一つだけ言うと写真もこの中の一つの要素、そういう意味です。写真もあれば何かいろいろありますよね。はい、じゃあ時間もあれなんで、はい、お願いします。はい、一つ、あ、じゃあ次に、はい、お願いします。何か分かります？はい、本文。じゃあ隣の男性の方、 はい、写真、はい、次、はい、写真の説明、あと1個分かる方いますか？あ、そう、番組、はい、の5つ、見出し、本文、写真、その写真の説明と、こう段組を分けてる罫線で一つのデザインが出来上がってます。これがまあその初めのこういうところから、受け手が 見やすいようにこれぐらいのことが考えられて一つの、まあ、記事が出来上がってます。はい、でもこれが正解っていうことではなくて、まあ、こういうふうにもできるし、まあ、デザインにその、まあ、具体的な答え、見やすいものとかっていう曖昧なことはあるかもしれないですけど、これがデザインの答えですっていうのはなくって、いろんなものが考えられます。じゃあ次に、今のをもとに次のページちょっと開いてもらうと、ちょっと答えが出てないからいいか。これで何を伝えているものかっていうのがこれだけだとわからないと思うんですけど、これをさっきの考え方を使ってもいいし、これで何を伝えたいかっていうのをはっきりさせて、見た人がこれでじゃあ何を伝えてるんだっていうのがわかるようにちょっと考えてみてください。でレイアウトはこんな感じでいいので、隣の人と相談しながらこうしたら分かりやすいよねっていうのをちょっと相談してみてください。はい、ここを大きく大きい文字で作るとか太文字にするとか、ここに罫線入れたら分かりやすいよねっていうのを、ある程度考えがまとまったらこういう形でちょっと書き出してもらえるといいと思います。なんか、はい、初めの紙の裏とかにちょっと書いてみてください。あと1分ぐらいでお願いします。あ、でもこれさっき新聞のデザインなんでこれにしましたけど、別にこれにこだわる必要はないので
っぽいのでね、私 横でなんとなくタイトルをあれして真ん中で私のイメージでは半分に、うん、記事的に梅が先に来てるんで梅の写真で説明いった方がいいのか、大体大きく映す。どうですか、できた方いますか。じゃあできた方何でもいいので、あ、じゃあ紙ちょっと持ってきていただいてもいいですか。じゃあちょっと説明していただいていいですか。はい、はい、2パターン考えたんですが、まずあの、はい、タイトルがこの1行目だと思ったので、はい、タイトルを縦方向に、桜と梅春を彩る日本としまして、はい、で2行目はこれは梅の説明ですので、はい、梅の写真を載せてその下にこの説明がつく、はい、でここに罫線を1本入れて次に桜の写真入れて、はい、桜の説明がこの下につくというようなことを考えました、はいはい、ありがとうございます。他にできた方いますか。あ、じゃあ、前でお願いします。あ、ちょっと失礼です。はい、お願いします。あ、すいません、桜と梅 あの説明だと思ったので、はい、上に桜と梅と大きく書いて、はい、あのセンターに春を彩る日本の花と持ってきて、写真の梅で梅のキャプション、はい、桜の写真、はい、桜のキャプション、はい、ありがとうございます、などいろいろ、はい、考え、人によっても考えられることはいっぱいあるので何が正解っていうことはないんですけど、そうやって分かりやすくしてってパッと見であの分かるようにしていくのがデザインの仕事ですと。で僕はこんな感じでシンプルに分けてみたんですけど、こういうこともできますし、でただこれはまだ要素を分けただけで見やすくしただけで、これにさらに季節感、まずこれの説明をすると、まず見出しでここの記事で全体が何を表現しているのか、何を伝えたいのかっていうのをはっきりさせます。で今度はその下でそれぞれの写真について何を説明しているのかっていうのがパッと見で分かるように、あの梅と桜っていうのを強調してでっかく書いて、でその横にキャプションを入れてます。であのどんだけいいことがその中に書いてあっても興味を持って見ていただかないことにはその内容っていうのは伝わらないので、どういう順番で何を伝えていくかっていうのも、何に興味を持ってもらえるか、そのターゲットの方がっていうのを意識しながらあの考えていく必要があります。後で説明するんですけど、男性だったらどういうのに反応するのかなって、例えばカメラの話一つとっても、女性ならカメラのこういうことについて話したら多分食いつくだろうなとか、男性でもそれは男性だと多分興味持たないだろうなっていうこともあるので、見出しの付け方とかっていうのもターゲットによって変わってきます。で今度はこれをさらにあの、まあ、季節感みたいなのを伝えようと思うと、まあ、例えば春っていう字をちょっと大きくしてピンク色にしてみるとか、罫線の色をつけるとか、背景自体を色を変えてちょっと春っぽさを出すとか、いろいろ
こレイアウトした後に季節感を出したくための装飾的なことも考えていくとより伝わりやすい内容になると思います。でレイアウトの話はこれぐらいにしておいて、次視覚で伝えるっていうテーマなんですけど、よく見るこのマークって何も考えずにも特になんか頭で理解するっていうよりは、これを見た時にこれが何を意味してるかっていうのは皆さん多分一瞬で理解できると思うんですよ。でもそれをじゃあ文字にしてみると、これぐらい長い文章が必要になってきて、でデザインの力というかデザインの意味っていうのはこうやってさっき視覚っていう話されてたんですけど、視覚的に直感的にその内容を伝えるっていうのもデザインの力です。でこんな感じでこういうそのデザインされたものによって、それを見ただけで内容がイメージできるものって他にどういったものがあるかちょっと考えてみてください。こういう案内でもいいですし、これってこれこういうのも多分そうだよなみたいなのって身の回りにいっぱいあると思うんで、ちょっと考えてみてください。相談しながらでもいいです。じゃあまあこんなもんでいいので、じゃあ誰か何かありますか。じゃあお願いします。私ですか。地図記号とか。地図記号、はい、はい、はい、お願いします。会社のロゴとか。あ、そうそう、はい、そういうのもあります。はい、以上で。そんな感じでいろいろ世の中にはパッと見でこれが何を表しているのかっていうのが分かりやすいようにデザインされているものがいっぱいあります。例えばこのピクトグラムって言われるんですけど、こういういろんな記号はさっきの非常口にしても、例えば電話番号の表記のところにこうやって付けられてるのを見たことがあると思うんですけど、こういうので分かりやすく電話番号はこれで、メールはメールだったらこれ使われることあると思いますけど、こういうので分かりやすく表現されたりします。はい、で今までちょっと30分ぐらい話してきたことを復習すると、レイアウトすることによって要素を分解して見せていくことで見やすさが出てきます。で色を使うことで春、さっきだったら春っていうイメージを補完することができます。でさらにその要素をどんどん削っていく中で、ああいう視覚的な表現っていうのも考えられます。はい、これまでで何か質問のある方はいらっしゃいますか。はい、ないので次に行きます。でさっきから散々言ってるターゲットの話をするんですけど、男性とか女性っていう性別だったり10代と30代の方が反応するポイントは違いますし、またその興味を持ってる分野によってもデザインというか反応するポイントっていうのは違ってきます。でまずすごい基本的なところで、フォントでもフォント文字一つとっても色とか
以前に与える印象っていうのは変わってきます。で、上が、まあ、今回いろいろフォントっても本当たくさんあるんですけど、今回はこれだけ絞って説明したいと思うんですけど、上からゴシック体、丸ゴシック体、明朝体っていうのがあります。で、このゴシック体っていうのは、まあ、よく見るものだとは思うんですけど、力強さだったり存在感っていうのを印象付けます。で、下の丸ゴシックっていうのは、そのゴシックの角が取れて丸まってるんですけど、これは親しみやすさみたいな親近感とか子供っぽさ、ちょっと元気な明るい感じを印象付けます。で、最後のその明朝体って言って、ちょっと習字みたいな感じのやつは、まあ、大人っぽさとか洗練されたイメージ、上品さ、知的さみたいなものを表現できます。で、ゴシック体っていうのは、新聞とかって明朝体なんですけど、可読性って呼ばれる部分がすごい優れているというよりは、パッと見でそれが視認性っていうんですけど、見やすい字体になっていて、これがつらつら書かれてるとちょっと長文を読むのは疲れます。で、逆に明朝体っていうのは、まあ、はい、という話です。じゃあ次ちょっと考えていただきたいんですけど、それぞれこの3つの同じ、全く同じ内容が書いてあるんですけど、上は誰向けなのか、真ん中は誰向けなのか、一番下は誰向けにちょっとデザインしたものなのかなっていうのを、ちょっと隣の人と相談しながら考えてみてください。も一緒に考えてください。じゃあ誰かお願いしたいんですけど、じゃあ分かります、なんかお願いします。あ、切れた。一番上のは、はい、色もまあシックな感じで大人の方向けかなと思いました。はい、
真ん中は、まあ、一般の方といいますか、まあ、あの、まあ、誰でも分かる感じの説明なので、はい、あの、まあ、誰でもっていう感じをの印象を受けました、はい、一番下はやっぱり色的にもあのちょっとこう音符がついてたりもするので小さい子どもさん用 の、 あの楽しい感じのこうロゴかなと思いました。はい、はい、そんな感じ、はい、皆さん多分そう思ったと思われるんですじゃないかなと思うんですけど、あの言われてたみたいに一番上はあの文字も大きくって色も芯そのちょっと落ち着いた色なのでどっちかっていうとあの大人でも年配の方向けのデザインです。であの真ん中のところはすごい余白を使っているデザインで、これは幅広い層、まあ、特に10代とか30代の方向けです。とで一番最後は子ども向けで字体もそうなんですけど、今言われてたみたいに色使い明るい色とその音符とかでも、まあ、子どもがパッと見て興味を持ちそうな感じの色使いでまとめています。はい、あ、ちょっと待った。はい、でこれは子ども向けのチラシの例なんですけど、これはインターネットから持ってきたので僕がやったわけではないです。あの、まあ、親子向けのデザインで丸い字体が使われていて色使いもあの明るい色で、イラストを使うことでさらにあの可愛らしさとか賑やかなイメージを表現しています。で次にこれは女性向けのチラシになるんですけど、ピンク色を基調にしていたり明朝体でちょっと洗練されたイメージを持たせているとともに、写真でなりたい自分みたいなところ、将来の自分みたいなところをイメージさせています。はい、次にさっきちょっとちらっと話したあのカメラの話で、まあ、どれターゲットが誰なのかっていうのは、まあ、分かると思うんですけど、なんでそういうイメージを与えられてるのかっていうのをちょっと考えてみてください。この2種類が誰がターゲットなのかと、そのデザインしてる上でのポイント、どういうところで女性に訴求しているのか、どういうところで男性に訴求しているのか、ポイント、こういうことが書いてあるから多分こういう層の女性は反応するんだろうなとか、こういうことが書いてあるから、まあ、こういう男性は反応するんじゃないかなみたいなことをちょっと書き出していって、相談しながら書いていってみてください。
ではそろそろ締め切らせていただきたいと思うんですけど、また前から一言ずつどっちかの一部のポイントだけをちょっと言ってってください。はい、はい、ポイント、はい、そのポイントは、はい、はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ隣の方お願いします。はい、右の写真は、こだわった写真を撮りたいと思っておられるような男性の方向けで、はい、フォントも、ゴシックで、はい、字もこう、なんていうのかな、ちょっとしっかりしたような印象で、文字感も詰まっていて、はい、その写真も長時間露出っていうのを表紙に、はい、その写真も持ってきていて、いる。はい、ありがとうございます。じゃあ隣の方に、はい、お願いします。私も同じようなことなんですけど、はい、みんなは本とも力強いし、はい、そしてこの長時間露出の表現術でも専門的な、はい、なんか慣れた男性向けにこうアピールしてるなと思いました。はい、じゃあ、はい、私も同じような意見なんですが、はい、左側のタイトルの文字感ですとか、はい、全体的な文字 の、はい、優しい柔らかい雰囲気ですとか、はい、あと右側ですと全体的な色使いが、はい、黒とか紺とか黄色であったり、ちょっと男性的なイメージがあります。はい、ありがとうございます。はい、だいぶもうほとんど出たんでこれでいいんですけど、具体的に見ていくと、まずこっちの方は、まあ、女子カメラって書いてあるし女子向けなんですけど、まあ、色使い、フォント、今言われてたようなことで、そのカメラだけにこうフォーカスしてるっていうよりは、ファッション性だったり、そのカメラがあることによってどんな生活、自分のスタイルが描けるかみたいな、ライフスタイルの提案みたいなことも詳しく見ていったらそういうこといろいろ書いてあると思うんですけど、カメラのことももちろん書いてあるし、カメラがあるライフスタイルみたいなところをちょっと提案されています。でこっちは男性向けなんですけど、まあ、言われてたみたいにフォントの力強さっていうのもそうですし、後ろに使ってる写真もその今回の特集にテーマに合ったものをそのまま前面に使っているところもそうですし、何より女性と男性で何が違うかっていうと、女性はさっき言ってたみたいに、そのものっていうよりはファッションだったりライフスタイルみたいな、その裏側にあるストーリーみたいなところを結構重視されるんですけど、男性はカメラだったらもうカメラのスペックとか技術的な部分に反応するんで、もう内容をストレートに伝えていますっていう違いが今の2つのカメラ誌の中でもあります。はい、で次に、まあ、今雑誌の話も出たし新聞の話も出てチラシの話も出たんですけど、まあ、媒体はこんだけじゃなくてもっとたくさん、電車の中の中吊りとかもありますし、でバスとかのラッピングカーとかもありますし、テレビの CM もあるし、伝えていく場所っていうのはすっごいたくさんあります。でこれはどれぐらいのことを考えたらそれが決めれるのかなっていうことで、まず用途というか伝えたい内容ってどれぐらいのボリュームがあるのかなっていうので、チラシでちゃんと伝えたいことを伝えきれるのか、まあ、講座みたいなものだったら講座で伝えればいいかもしれないですけど、会社の案内だったらチラシ1枚で伝わるのかっていう時に、情報量からチラシでは無理だなっていうことがあるかもしれないですし、あとはその同じような話なんですけど、形状も例えばじゃあパンフレットにしようってなった時に、パンフレットって表紙があって、で中身でこう情報を伝えていくと思うんですけど、どんだけ中にいいことが書いてあってもその表紙をめくってもらわないことには
あの中っていうのは見てもらえないので、どうやって作ったらその形状、どんな形状だったらめくってもらえるかとか、どんな形状でもその形状表についてくる表紙っていうのがどういうデザインだったらあのめくってもらえるのかなっていうのは考えながら作りますと。であとはその受け手の人にどういう手段で提供するのかっていうこともそうで、あの例えばチラシでも直接配るのか、チラシというか紙媒体でも直接配る場合とか、お店に置いてもらう場合とかいろいろあって、お店に置いてもらう場合にでっかいポスターみたいなのを貼ってもらえないかもしれないし、チラシでも置く場所がないかもしれないっていうこととかがあって、そういう時にこう受け手がどこで受け取り、どんなシーンでそれを見るのかっていうのことを考えながら、カフェみたいなところで見てもらうんだったらはがきぐらいの DM がいいかもしれないし、まあカルチャーセンターみたいなところに並べてもらうんだったら A4 のチラシがいいかもしれないし、でまあターゲットがまあホームページとかだったらまた違うデザインになってきますし、まあ名刺とかいろいろこういういろんなことを考えながら何で伝えるのかっていうのを決めていきます。でまあすごい単純で基本的なことで、いつどこで誰がなんでそれを見るのかなっていうのを考えながら、じゃあこういう手段で伝えるっていうのを決めていきます。はい、っていうことが基本的なことなんですけど、一旦休憩に入りたいと思いますが、質問があれば今の時間で受け付けたいと思うので、何かある方は今でもいいですし、休憩中でもいいので聞いてください。何かある方、じゃあ2時5分まで休憩します。ありがとうございました。